ジョン・サッピントン・マーマ・デュークは南北戦争の時の南軍将軍である。1884年からその死の1887年までミズーリ州知事を務めた。マーマ・デュークはミズーリ州セーリーン軍アローロック近くにあった父のプランテーションで10人兄弟の次男として生まれた。父のメレディス・マイルズ・マーマ・デュークはミズーリ州第8代知事だった。 祖祖父のジョン・ブレシットは1832年から1834年までケンタッキー州知事を務め在職のまま死んだ。マーマデュークはミズーリ州ラファイエット郡のチャペルヒルアカデミーとレキシントンのマソニック大学に通い、その後2年間エール大学及びもう1年間ハーバード大学で勉強した。アメリカが州国会議員ジョン・エス・フェルプスが マーマデュークの陸軍士官学校入学を指名し、マーマデュークはそこを1857年に38名の同期中30番目の成績で卒業した。短期間第一アメリカ機はライフル重隊の将位を務め、その後、アルバート・ジョンストン大佐指揮下の第二アメリカ機兵隊に転属となった。マーマデュークはユタ戦争に参戦し、1858年から1860年は、 キャンプフロイドに駐在した。1861年春にミズーリ州がアメリカ合衆国から脱退したという知らせを受け取った時はニューメキシコ準州で勤務していた。マーマデュークは急いで故郷に帰り熱心な連邦主義者である父と会った。この知らせが嘘であったとしてもマーマデュークは最終的に1861年4月の日付で アメリカ陸軍を辞めることに決めた。脱退推進派のミズーリ州知事、クレーボーン F ・ジャクソンは、マーマデュークのおじであり、間もなく、ミズーリ州兵隊における、聖臨軍からの部隊、第1ライフル連隊の大佐に、マーマデュークを指名した。ジャクソン知事は6月に、州兵指揮官スターリング・プライス少将と共に、ジェファーソンシティを離れ、さらに軍隊を重募した。 マーマデュークとその連隊は知事たちに分ビルで合流した。その後すぐにプライスとジャクソンが去り、マーマデュークは民兵隊の小さな軍隊指揮を任された。マーマデュークはその部隊が戦闘の備えもできていないと分かったが、ジャクソン知事はそれで抵抗するよう命令した。北軍ナサニエルライアン将軍のよく訓練された装備も整った1700名の部隊が、 6月17日のブーンビルの戦いで、マーマデュークの訓練もなく、武装もお粗末な部隊を容易に回送させた。マーマデュークの新兵たちは20分間戦っただけで、敗れ逃げ出したので、北部側の者は、嘲笑的にこの小戦闘をブーンビルの競争と呼んだ。マーマデュークはその状況に嫌気がさして、ミズーリ州兵隊の任務を辞任し、バージニア州リッチモンドに行って、 正規南軍の注意に任官された。アメリカ連合国陸軍省はマーマデュークにアーカンソー州での任務を与え、間もなくマーマデュークはそこで第一アーカンソー大隊の中佐に選ばれた。元はウェストポイントの不評戦術教官だったウィリアム・ j ハーディ中将の参謀を務めた。ユタ戦争の時に指揮官だったアルバート・ジョンストン将軍が1862年初期に その参謀に加わるよう求めた。マーマデュークは、シ社医療の戦いで、第三不評連隊の大佐として参戦した時に、負傷し、数ヶ月間任務が叶なわなくなった。1862年11月、陸軍省は、マーマデュークの順序への昇進を確認した。旅団長としての最初の戦闘は12月7日のプレイリーグローブの戦いだった。1863年4月、 マーマデュークは5000名の兵士と10門の大砲を伴ってアーカンソー州を離れ、この時北軍が支配するミズーリ州に入った。しかし、4月26日のケープジラルドーの戦いで撃退され、アーカンソー州ヘレナに戻ることを余儀なくされた。まもなく、マーマデュークは論争に巻き込まれた。1863年9月、直接の上官であるルシアスエム。 マーシュ・ウォーカー少将を戦場において部隊兵のいない時の臆病な行動で告発した。ウォーカーはこの侮辱で軽視されたと考え、マーマ・デュークに決闘を申し込んだ。その結果は9月6日のウォーカーの死で終わった。マーマ・デュークは後にミシシッピ川流域方面軍で1個、騎兵手団を指揮し、レッド川方面作戦やミズーリ州へのプライスの襲撃に参戦し、 ウェストポートの戦いからの撤退中にマインクリークの戦いで捕虜になった。オハイオ州ジョンソン島で戦争捕虜となっている間の1865年3月にマーマデュークは少々に昇進した。マーマデュークは戦争が終わった後に釈放された。マーマデュークはミズーリ州の故郷に戻りセントルイスに今を構えた。短期間保険会社に勤めたがそこの倫理が意に沿わなかった。 その後、農業雑誌を編集し、地方の農夫に対して差別的な鉄道の料金を公に非難した。州知事が間もなくマーマデュークを州の初代鉄道委員会委員に指名した。マーマデュークは政界に入ることにしたが、1880年の州知事に向けた民主党の指名争いでは、元北軍将軍で鉄道会社からの強い支持と、 財政的後ろ盾のあったトマス・セオドア・クリッテンデンに敗れた。4年後にも州知事選に向けて選挙運動を行い、この時は世論が変わって鉄道の改革と規制が以前よりも流行になっていた。マーマデュークは元連邦主義者とアメリカ連合国支持者の間の協調を奨励する公領で選出され、新しい水入り州を要求する計画を進めた。 1885年と1886年には潜在的な打撃が予想された鉄道ストライキを落着させた。翌年、州内鉄道産業の規制を始めることになる法律制定を州議会に求めた。また公的教育に向けた州予算を劇的に増加させ、州予算の3分の1近くが教育に充てられることになった。マーマデュークは生涯独身であり、 二人の名が、州知事邸宅で、女主人役を務めた。マーマデュークは祖,祖父と同様に、知事在職中に死んだ。1887年に肺炎にかかり、ジェファーソン指で死んだ。指揮墓地に埋葬された。アーカンソー州グリーン軍マーマデュークは、マーマデュークにちなんで名付けられた。弟のヘンリー・ハンガー・フォードマーマデュークは、アメリカ連合国海軍で従軍し、 捕虜になってやはり、ジョンソン島で収監された。後に、アメリカ合衆国政府に勤め、南アメリカの国々との外交に当たった。ヘンリーは、アーリントン国立墓地に埋葬されている。他にも、マーマデュークの兄弟二人が、南北戦争で死んだ。ありがとうございます。